ウジルカンダミュークーなマクロカルパは豆科のツル植物で大型のツルになり大きな紫の花を棒状につける。イルカンダなどの別名もある。大きくなる常緑性で木元になるツル植物。若い枝には逆向きに生える褐色の毛がある。茎は他のものに巻きついて5から10メートルほども伸びる。葉は3つの小葉からなる。卓葉は狂乱形で。 長さ3から5ミリメートル、小宅用はない。養心の質は、養脂質。若い間は両面に、気褐色の毛が密生するが、後に、ほぼ無毛となる。板垣商用は長大円型から強卵形で、先端は尖るか、突き出して尖る。基部は緩やかに狭まるか、丸みを持つ。長さは8から18センチメートル、幅は4から10センチメートルで4から5体の側脈がある。 川醤油は、基部が左右不対称になった卵上皮神経。カキは3から5月。ジョは、偽創カジョで、長さ15から30センチメートルになる。ジョは洋脇から出て垂れ下がる。時に、直径10センチメートルを超える太い鶴から直接に、垂れ下がって咲き、匂いが強い。各節にそれぞれ普通は3個の花をつける。小花柄は、長さ1から2センチメートル。 花は長さ5.5から7センチメートルもある。額は内側にも外側にも褐色の毛が密生し、さらに外側には指紋がまばらにある。一番下の額列辺はほぼ三角形で、長さ7から0ミリメートルあり、これは額頭の長さにほぼ等しい。旗弁は海緑色で、ほぼ円形、または高卵形で、 長さ3.5から4.5センチメートル、先端は鈍く尖るか、あるいはわずかにくぼむ。先端部近くの円には短い毛があり、玄部には1体の耳状突起がある。また基部には長さ5ミリメートルほどの爪がある。翼弁は暗視色で、先端は丸く、長さは5から6センチメートルで、竜骨弁よりは短い。その玄部の上側や、 耳状突起に短い毛が密生している。竜骨弁は暗視色で長さ5.5から7センチメートル内側に向かって湾曲しており、先端は突き出してややくちばし状になっている。脂肪は褐色の毛が多く、下中は糸状長くて先端の中等は小さく、頭上で毛がない。果実はいわゆる頭下で高線形、長さは20から50センチメートル、 幅3から5センチメートルにもなる。木質で表面は高褐色の毛で一面に覆われ、内部は各室に分かれ4から12個の種子を含む。途中の種子の発達しなかった部分があるとそこでくびれる。種子は高楕円型で、長さ2.2から2 5センチメートル幅2センチメートルで、扁平で暗褐色をしている。は外周沿いに伸び、全周囲の4。 に達する。標準和名のうじるかんだ、及び別名のイルカンダはいずれも沖縄における本種の方言名である。カンダは、くの意で、ウジるは三線の最も太い弦を意味する、有限に由来するが、壮大なかずらの意味とされることもある。イルカンだは、色のあるかずらの糸のことである。日本では、琉球列島の奄美大島、徳之島、沖野選ぶ島、伊平屋島、 沖縄島に産し飛び離れて、九州の大分県釜江町、鹿児島県曲ゲ島に分布する。国外では、台湾、中国大陸、東南アジア、インドのアッサム、東ヒマラヤに分布する。なお、本種の種子は海流に乗って、長距離漂流することが知られており、日本本土でも海岸に種子が漂着した記録が報告されている。この属の花は、 花粉媒介を食食性のコウモリに大きく依存することが知られており、沖縄においてもオウコウモリがこれを行っていることが知られている。この花ではお寿司部とメシベを抱えている。龍骨弁はその上が左右から閉じており、お寿司部やメシベを完全に閉じ込めている。そのためにこれを開かなければ花粉媒介ができない。この花では旗弁の付け根にあるホック状の構造がその奥に、 溜まっている蜜を閉じ込め、同時に竜骨弁が開かなくする機能も持っている。オーコウモリが蜜を求めるとき、このフックを外すために竜骨弁が劣界し、花粉はオーコウモリの体について運ばれる。オーコウモリ以外の動物、例えばノグチゲラがこの蜜を取ることが観察されているが、その場合には竜骨弁は劣界せず花粉媒介ができない。なお、 分布北限である大分県の構えでは、大コウモ森がいないので、それに代わって、日本店と日本猿がこれを行っている。ただし日本猿では花をちぎった後に、これを行う場合や花の基部を噛みちぎって、蜜を奪う糖蜜を行うなど、花粉媒介に結びつかない行動も多く見られたという。本種の分布北限は、蒸気のように大分県佐伯市の構えであるが、 九州本土での分布はここだけであり、これに一番近い分布地は、鹿児島県の曲げ島とかなり隔離された位置にある。この地には、オオコウオモリ類が分布せず、日本ザルとペンが花粉媒介に預かるのが確認されたのは2014年で、あるが、不思議なことに、1970年代後半まで、この地域のこの植物は開花するにもかかわらず、結実が確認されなかった。 つまりそれまでは花粉媒介動物がいなかった可能性がある。現時点での花粉媒介においては日本ルの力が大きく、天の影響は大きくない。とすれば、この時期までは日本ルは花粉媒介に関わっていなかったと思われる。この点について、この種の分布域としてこの地が得意であることも含めて考える必要がある。 例えば本種のこの地の分布がごく最近になって成立した、つまり最近の移入種であれば、在来の花粉売会社がいないのもうなずける。しかしながら、本種の生育地域の地名は、カツ浦ハといい、この地名の由来が本種であるとされており、このことは本種の分布が少なくとも江戸時代まで遡れることを示す。つまり、本種が侵入して間もないために結実できなかった。 可能性は、まずない。小林らは、この変化が、拡大増林の結果、日本ルの行動域が変化し、本種の生育地域に日本ルが来る、それも開花時期に来るようになったのがこの年代なのでは、ないかと論じている。飛びかずら族は、世界の熱帯、亜熱帯域に、約100種があるが、日本には4種のみが分布する。このうちで、小笠原と八重山に分布する。 バニグチモダマエムギュガンテアは、黄緑色の花をつける。やはり八重山にある、カシオクズマメエムメンブラナセアは、10日の長さが7センチメートルほどにしかならず、また方法前沿いに、翼が発達する。本種によく似た、トビカズラエムセンパビュレンズは、九州にあるが、中国由来と考えられる。この種は、本種よりさらに花が大きく。 長さ7から8.5センチメートル、旗弁が、無毛などの違いがある。本種は1889年に、松村つとむさんが琉球よりこの属を採集し、その一つにうじるカンダの和名と、その学名を、M ギガンテアとして報告したことに始まる。大井次三郎はこれを検討してうじるカンダは M ギガンテアでないことを指摘し、M イルカンダオいの学名を与え、 同時には妙をイルカンだとした。彼は、鹿児島県マゲトや大分県釜マ町からも、本種を発見し、釜マ町のものを、本種の変種構えカズラバリエーション、バンゴンシスとして記載した。しかし1976年に、大橋博義、立石洋一が、ブータンで採集した標本などと検討した結果、これら全てが、M マクロカルパであり、 東南アジア一帯に分布するものと同一であることを示した。なお、和名に関しては、最初に、ウジルカンダで記録され、現在の標準とみられる、佐竹ほかへんやイリストもこれを採用している。しかし、初島などを含む沖縄の書籍は終始一貫して、イルカンダを採用し、現在も、こちらの名を取る書籍や方文が存在している。特にない。 沖縄では、縄代わりに使われた程度。沖縄で本種を魚毒として使用したとの聞き取り例も、あるが、使用植物種として取り上げられない例が多く、普通ではないようである。沖縄県国神村奥幕で2年に一度行われる、大綱引きでは、綱の強度を高めるためにうじる寒暖の鶴を編み込む。鹿児島県では絶滅危惧種に絶滅危惧通類として取り上げられている。また、 大分県構えの生育地の一部が天然記念物に指定されている。イリスト以下、主として、佐竹ほか編、P250 から251、池原、P73 初島、P321 初島、P321 池原、P73 琉球大学理学部編、P98 立石安藤大橋、P96 大川ほか、 P129 沖縄県教育委員会 P104 沖縄県教育委員会 P104 佐竹ほか編 P 二 P251 久保田ほかなど小林ほか以降主として琉球大学理学部編 P P98 小林ほか小林ほか以下主として小林以下佐竹ほか編 P 二 P251 琉球大学理学部編 P P98 久保田ほかなど池原 P73 森口植物絶滅危惧二類、県指定天然記念物構えかずら。ありがとうございます。